どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ハミングです。今回もサイコブレイクやっていきたいと思います。よしよし。チェーンソーを見つけないといけないということで、チェーンソーを見つけに行きます。行きましょう。チェーンソーでチェーンを、ね、ぶった切らないといけないっていう。こにゃら、どこだよチェーンソー、こにゃら。探せチェーンソーを。あ、こんなところにジェルがあるじゃん。私が怪しいと思っているところはね、もうここなんですよね。ここしかないと思っていますが、チェーンソー、なんやねん、あいつ、ふざけんなよふざけんな、マジでなんやねん、なんで来んねん、お前が、なんでおんねん、てかここに、お前ふざけんな。いって、マジか、嘘だろ、うわー、走れん、走れんわ、うわ、やばいやばいやばい、体力がなさすぎる。やつを倒すしか。マジかよ、どうやって倒す、罠を使う、ハンドガン、どこや、マジかよ、あんなん倒さないといけないのかよ。おい、とりあえず体力を平均値まで回復させないと。あいつどこや、どこや、どこや、あれか、あれ、あぶねえ、あ、おお、危ねえ、ひぃ、わだ、危ねえ、何してんねん、あいつ、おお、うわ、アホかこいつ、マジで、おお、わあ、弾ねえ、やべえ、こんなんどうやって倒したらいいの？お、倒した、うわー、ウェポンズオブチョイス、なになに、おお、なんでお前がいるのここに、もらっておこう、ジェル、おお、5000ジェルもくれた、こいつ。
いやそれはいいけども、弾が使い込まれた古いチェーンソー、刃にはいろいろなものがこびりついている。やだ、想像したくねえよ。よし、ゲート開けるぞ、おっさん。とりあえずもう使いまくっちゃった頭。よし、チェーンソー、これずっと持ってた最強やろ。もうほんまにチェーンを切ってるね、チェーンソー。すげえな。おい、捨てんなお前。これ消えたし、マジかよ。あのおっさん呼びに行くか。あ、そんなところにあるけど、どうやって取ればいいの。うわぁ、これを取るためだけに、あの、あれを使いたくない。弾一発を。まあ、いいか。しゃあない。斧あるし、しょうがない。大丈夫や。これでいける。待ってくれ。あ、忘れた。うん、忘れてた。待て、あ、おまわりさん、一緒に連れて行ってくれ。刑事のカステヤノスだ。レスリーはこの先にいるはずだ。絶対に見つけなければいけない。しまっちゃった。チャプター3。気持ち悪。オッケー。ホスピスか。そう、数年前にレスリーが治療を受けていた。彼は慣れ親しんだ場所にきっと来るはずだ。ここがどこか知ってるんだろう。私の弟が管理しているホスピスだ。受け入れてくれる。質問の答えになっていない。 The patient。 正直に言うとわからん。私は正気を失っていて、君は幻覚かもしれない。だが私は患者を守る義務を果たす。その尊厳は失ってないつもりだ。君にも警察官としての義務があるだろう。弟も嫌なやつでなければいいんだ。あ、この BGM があるということはここやな。セバスチャンの手記、2005年。か、今日の午後マイラが殺されかけた。俺たちが接触中だった犯人に撃たれた。その場に俺がいてよかった。彼女はきっと回復するだろう。血を流している彼女を見ながら俺は考えていた。自分の気持ちも伝えないまま彼女を失ったとしたら俺には耐えられない。きっと彼女だって同じように感じているはずだ。俺の感がそう訴えてくるんだ。こんな 俺らしくもないが、彼女に気持ちを伝えなければグズグズしている場合じゃない。愛の告白ってか。よし、行こう。あっちの世界に。どうしたあれ、後ろにおらんかったよ、さっき。あら、ああ、いたんか。その前にロッカーで、ここでなんか開けよう、適当なところ。あ、ちょ、なんだなんだ。またかよ。いらねえよ、もう弾持ってんだよ。なんだろうね、ここ本当に。とりあえずもうここでこれをやるしかない。ド M チェア、いくぜ。よし、体力マックスまで回復した。やった。さあ帰ろう。ここの鏡は使えない。
なんかそこドア閉まってるな。あかん感じ。え、あの女の人が鏡の前にいるんだけど。こっちの左側からすごい聞こえてくる。ここのドア。違う違う、そっちじゃねえ、違う。ここ違う、あかんからもうええわ。違う違う何が違うねん。入院患者は大勢、誰も退院しない。怖え。あら、あかへん。うわぁ、ちょー、なんだ。大丈夫、大丈夫。おー、レスリーの声。大丈夫、大丈夫、大丈夫。落ちるっていうか、最後。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。もうやばい、レスリーが。お大事にしてください。え、くそ、ちょっとずつなんか見れるようになっていく感じかな。戻ろう。あ、セーブしよう。え、どこ乗ってんねん。なんであんなことするの。さあ、もうふざけんな。わかってる。うわー、汚い。じゃあ200ジェルかよ。少ねー。うわぁ、この、頭刺さってるやん。この豚さんは何ですか？ごめん。ごめん。ごめんな、豚さん。試しに踏んだだけ。じゃあ、普通にこの建物の中入ったらいい感じか。さあ、行こう、踏んじゃあ。いいね。あれよ、何が起きたんだ。うわぁ、なんか気持ち悪い声が聞こえるね。多分下にいるから。さあ、静かにして。うわぁ、気持ち悪いこと言っている。パーツ取って瓶に。あ、やった、弾。よし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 。何もかも見せちゃおうか。
マジか、間違えたよ。私は隠れる、あとは任せた。うん、よっけよっけよっけ。超狭い、狭い狭い狭い。くそー、もう銃を使うしかないのか。倒しました。ショットガンの弾を取ったのと瓶があり、ショットガンの弾、ここにロッカーがあって、びっくりしたよ、なんでお前そんなとこから入ってくるんだべ。もうなんもないな。じゃあ行こうか。変なおじさんの声がする方に行こうか。体力回復していこう。ちょっと待ってよ。ん？マイン持ってないから意味ないけど。あ、マッチゲット。よし。うわー、バイオ4やなこれ。お、ジェルジェルジェル。よし。いやー、でもあなたがいるだけ僕はマシですね。医者さん、お医者さんが。ドクター、やめろ。バレリオ、私だ。先生が優しくしてるよ。弟のバレリオだ。レスリーの主治医だ。全部向いてあげる。何もかも見せちゃおうか。おい、何をしている？出ましたー。待て、待ちなさい。おじさん、あまり調子に乗らない方がいい。ファイヤー。うわ、なに怒ってる？神が？え？あ、ちゃうか、生き返ったんかと思った。脳がかゆい。寝たやろこれ。ありえない。脳がかゆいっていうトロフィーもらった。だってもう今の頭がかゆい言うてるから、もう育毛シャンプーの CM が出てきた。育毛っていうか、なんか頭皮の毛穴のどうちゃらこうちゃらっていう CM が思い浮かんだわ。ああ、鍵があんねや。中に鍵が入ってるようですね。取らんといかんのかな。マジで。ごめんね、優しくしてあげるから。自分でやらないといかんの？これ顔とかできんの？これ首
扉へんから。ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回見よう。ちゃんと。右胸の下あたりね。まあ言うたら、カーソルで合わせるとこの辺にある感じやから。で、それで合わせてやるから、ここら辺かな。これ出てやんの？あれ？あ、関係なかった場所とか関係なかったよ。失礼します。あー取ったなんで生き返ったん？お医者さん行きましょう。どっかの鍵取りました。どこの鍵かわかりません。全く信じられん。こんなことが起こると。レスリーの声や。聞こえたぞ。そうだな。ごめん、そんなに急ぐな言われた。こうか。どこ？うわー気持ち悪。マジかよ。もう燃やしとこう。どこやレスリー。そんな命令口調やめてくれよ。行くぞ。急ごう。ここに何かがあるはずだ。入ってこい入ってこい。お、マッチゲット。やった。体力ゲージとか消えたけど、別に何か問題があるわけではないと。なんか手記があるね。村内民家の手記。ノーマンが食われた。助けを呼ぶ声はすぐ聞こえなくなった。毎晩誰かの悲鳴が聞こえてくる。きっと今度は俺の番だ。隠れないと。ああ、なるほど、なるほど。ジェル。じゃあ、瓶も持ってっとくか。ハンドガンの弾。このお医者さんがいる限り、なんか、安心ではないけど、ホッとはするな。
こ焼きがって言っちゃったよ。レスリー待て、行くな。レスリーより先にもうアイテム回収したから。ルビックってなんなの？おい、なんで、おい、おい、おい、下か？下だ。うわぁ、この直進。ん？直進ではない。おぉ、なんか。なんや、ショットガン弾か。しかも一発かよ。クロスボウの弾こんなにあんのに、クロスボウが。あ、ボルトか、ボルトね。アガニの操作方法で出てるから、多分でも、アガニボルト取ったんかん、ね、え、どっかで、そうだろ？でもこんだけこんだけね取れるからね弾が。うわ赤っ。あ、たまたま16発か。座れはしない。助けて、助けて、助けて。よかった。ドクターヒメネツだぞ。もう安心だ。ドクター、何かが来る。なんかいる。あ、いるいる。来なさい。いるね、なんか。なんでやねん。どっから現れてん、お前。怖いのいる。じっとして。そして来い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 。いやーやだ、見えへんくなるのはせこいって。え、おえ、わけわからん、どうなってんの。どういうこっちゃ。嘘。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしチャンネル登録をしていない方がいましたら、ぜひ登録お願いします。ニコニコ生放送のコミュニティ参加や Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。 URL は動画の説明文に載っています。ということで次回の動画でお会いしましょう。 See you! バイバーイ。じゃあねー。